どうもーやんです。今日はですね、週5日の食事改善ということについてお話ししたいと思います。えー、昨日ですね、昨日というか、まあ、3日ですね、3日から営業を始めまして、お店のね。えー、っと営業を始めてですね、で3日、三、え、が、ーまあ、日言いますよね、正月三が日にこう営業することがね、えー、正解かどうか、えー、正解というか、その3日 休んだ方が良かったのか、開けた方が良かったのかっていうのがどうかなと思って、えー、昨日一日、ね、過ごしたらですね、えー、一応ねあの、お客さんが何人か来ていただいたんで、まあ、正解やったんかなという形になりましたね。そ,のそれが嬉しかったとか、どうこうとかいうよりも、まあまあ、あのまあ、開けて、えー、オープンして3日からオープンして良かったというふうに思いました。でこれはえーと僕 のこのとだけ考えた3日まで休めばいいかなというところやったんかもしれないんですけどもお客さんの目線で考えるとですね4日からね月曜日から仕事の方が多いかなと思われたんでそしたら仕事前にねこうボディケアというか体のメンテナンスをしたいかなというふうな気持ちになるかなと思って3日に開けることをしました。 3日開けてみてどうかなと思ったらお客さんが何人か来ていただいたということはやっぱりそういうふうに思った人がこうでお客さんの話聞いててもそういうことを言っておられたお客さんもおられたんでやっぱそういうことなんかなというところで一応まあ、あのー、それで良かったんかなというふうに思います。 でこれもね自分が本当は休みたいのにですね、えー、無理やりそのお店を開けるっていう形やとあまりこうよくないんですけども僕は僕でね、えー、4日間休むことができたんでそれはそこでもう十分かなというところがあったんで3日開けたということでまあ、えー、僕としてもその納得の3日営業ということでこうさせていただきましたほんで、えーまあ、3日のそのお客さんの期次第でね来年のその 営業の仕方をどうするかまた検討しようと思ってたんですけども一応そのある程度そのお客さんがそういう動きをするということがうーんまあ分かったというかまあそういうもんなんかなというところでただ偶然的なところがあるのかもしれないですけどもそうでもないのかまあある程度は正解ということでこれを加味して来年の年末年始の休みを決めたいなというふうに思いました。 とということで今日の週5日の食事改善なんですけども、えーまあ、晩ご飯ですね、えー、週5日間の晩ご飯を梅干し中心の晩ご飯に僕はしておりますで梅干し中心の晩ご飯とっていうのはですね、えー、僕がやってるのは梅干し2個とでらっ3個これぐらいのペースですね、まあ、梅干し2個とらっ2個の時もありますけどもこれを晩ご飯として食べると。 であとはもう食べないという状態ですね。で、えー、金曜日か火曜が週5日なんですけどもその中日のね日曜日になったらちょっとお腹がかなりすく状態になるんでですね、えー、梅干し2個とらっきょう3個じゃ足りない場合どうしてもお腹がすく場合は、えー、チーズを食べます。でチーズでこう、えー、お腹を満たすという形をとります。ほんでえー、とですね朝ですね で、朝起きてですね起きてじゃないよその朝の食事ですね食事はですね、えー、生ジュースですね僕は。 の食べてるのはね食べてるから飲んでるんですねえー、リンゴと人参と生姜をね、えー、カットしてミキサーに入れ、えー、冷水を入れてほんで、えー、オリーブオイルをちょっと垂らしてほんで5分間混ぜてそれを飲むということをしてますそれとあとバナナ1本と、えー、トマトですねトマトを食べるであと豆乳と、えー、アーモンドミルクこれを飲むという形をとってます朝がそれほんで晩がその えー、梅干し中心の晩ご飯で昼は結構ちゃんと食べるというところでその昼のその食事をですねそのもうちょっとこう、えー、抑える形を取るとこうグッとこう痩せていく形になるかなと思うんですけどもそこはねどうしてもね結構食べてしまうんでですねほんで、えー、昼からの動きもちょっと食事した後はちょっと鈍くなるんでですねその辺のこう節制というかね えー、適正な量というものをこう自分でできるようになればかなりいい状態が作り出せるかなというふうに考えておりますほんで週5日が食事改善であと残り週2日はチートデーということで、えー、お酒も飲みますし、えー、暴飲暴食みたいな形になっちゃうんですけども食事も、えー、全然炭水化物も食べるだからラーメンを食べるだから僕の場合はラーメンは、えー、水曜日と木曜日2日間 食べさせてていいただくという形をとっておりますそういう形で僕は食事改善をこう行っているということですね。僕の食事改善ですねでちょっと正月でちょっと乱れていてですねそのまあ日曜から昨日からですね、えー、梅干し中止の晩ご飯にしようとして一応やったんですけどもやっぱりその4日間の食事が結構 こう暴飲暴食になってたその流れでですねやっぱ胃がこうやっぱ大きくなってることでですねちょっとね、えー、チーズも食べて、えー、他ちょっと食べちゃったっていうのがあったんですけども炭水化物はあれですけども、えー、その辺をね、えー、しっかりとこ,うこれから絞っていく形をとっていって、えー、正月のその胃の大きくなった胃をもう一回こう正常に戻すという形をとっていきたいなと。 行行ききたいいいなとととううか、ますということですこでね、えー。そういう形をとっていくということをしていきます。ということで今日は週5日の食事改善ですね、えー。それについてお伝えしました。ということで今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。